デッド・オア・アライブとキング・オブ・ファイターズって少しややこしいよね。ということで豆腐です。今回はね、ルーレットのいかにやばいかっていう話とガチャの方をねやっていきたいと思います。で、今こうやってルーレットがぐるぐる来ていまして、まあちょっとね今チケットがないから僕回せないんですけれども、まあ、ビンゴの方でね、まあ、とにかくルビーと、うん、今はもうルビー一択だということでルビーを3つ揃えてねどんどんやっていってると思うんですけれども、やってない人はねぜひぜひやってほしいんですが、これマジでルビーが集まるんですよ。例えば、まあ、3つ今20なんですけど、これ普通に取ったらね20個なんですよ。右にあるビンゴの中からね、変な話だからルビーが3回出てもそれぞれ普通に取ってたらたった60個にしかならないと。ただこちら見てください、ルビーの、まあ、ルーレットイベント報酬、これは普通にあれですね、ビンゴの方からのルビー、ただ報酬、まあ、ビンゴボーナスの報酬で120個もらえるんですよね。まあ2倍なんで、そりゃそうだと思うかもしれないんですけれども、60個もらえるか、要するに60個合わせて180個もらえるかの違いってめちゃくちゃ大きくないですか。ガチャ10グレンが1000個かな、ルビーって考えた時に、まあ1日30回やって2回揃ったらもうそれだけで360個、3日で1回10連できますからね。でもっと運が良かったら2日とかで10連ができるわけで、いや、やばいですよねこれ。でこのねルビーのこの2つは今日僕がね朝やって手に入れたものなんですけれども、まあ、あとはね友情ポイントなんで、まあ、特に関係ないんですが、やばくないですか、今朝だけで360個って考えたら、やっぱねもうルビーはルーレットで集めるに限るかなと個人的には思います。もちろんね他のものが出てきてももう当たりなんですけれども、とにかくやっぱビンゴもうルビーかなと、うん、ぶっちゃけそのレッドコアとかパープルコアとか、まあ経験値カプセル、ゴールドっていったものはクエストをやることで入手することができるんですよね。まあ AP は時間経過で入手することができるんですけれども、ルビーに関しては時間と、クエストでは手に入れることがね、あの初回報酬とか以外では手に入れることができないものなので、確実にねルビー3つ揃えてね180個ずつ回収していくのがいいんじゃないかと思います。ということで、それではねガチャの方のお話に移っていきましょう。今ね3つガチャ来てるんですけど、何引いたらいいのってお話なんですよね。でこの真ん中リリース記念の、まあ、三種の神器ピックアップガチャ、まあ、全部すごい強いんですよね、ぶっちゃけマジで。チズルが激強で、まあまあまあ本当にここ引く価値のあるガチャかなと思うんですが、この3体ってこっちに含まれてるんですよね。で3人ともめちゃくちゃ強いとはいえ、若干使いにくさもあるってなった時に、個人的にはもうファイターガチャの方がいいと思います。で今この来てる待望のニューフェイスですね、まあ、シェルミー、クリスとかなんですけれども、僕個人的にシェルミーめちゃくちゃ欲しいんですけど、シェルミーとかに関しては、まあ、こちらのね3体はこのファイターガチャで出ないんですよね、ラインナップに含まれておりません。ということで、まあ新しく追加されたニューフェイスキャラクターが欲しいのであれば、このガチャを引いても出ないのでね、もうこちらを引くしかないと。ただここで気をつけてほしいのが、あと10日、あと6日、あと6日とあと10日でそれぞれガチャが終わるんですけれども、この下の場所、右下、画面右下に虫眼鏡のアイコンがあるのを見てほしい。で、ここタップしたらわかるんですけど、一つのガチャを300回引くと好きなキャラクターセレクトできるんですよね。で、このガチャ例えば300回引いたら、この3体の中から好きなキャラをいずれかね、自分で選択して獲得できると。やばいと思うじゃないですか。ただこれあと10日で終わるんですよ。あと10日で300回引ける課金者の方はいいですけど、そうじゃないなら意味ないよねって話で、こっちもそうなんですよね。あと6日で300回で考えた時に、このファイターガチャだけは期限ないんですよね。でも300回はちゃんと用意されてると。しかもこのファイターセレクトチケット、まあ見た感じ全ファイターと、まあニューフェイスを除いたね全星5ファイターの中から好きなのを1人選べると、これめちゃくちゃ良くないですか。結局どん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 新しいねキャラクターが追加で来るとはいえ、やっぱ300回回すのって普通の人は無理だと思うんですよね、期間内に300回回すのって。って考えたら、常にあるこのファイターガチャを回し続けることで、このファイターガチャの300回を貯めて、この300このファイターガチャの中の好きな、キャラクターとね交換するのが個人的には一番いいんじゃないかなとは思います。例えばリセマラあんまりやらなかった人とか、
まあリセマラでこれが手に入れたけどこっちも欲しいとかね。例えば僕だったら96アテナすごい欲しいですし、めちゃくちゃいいんですよアテナ。96アテナすごい欲しいですし、まあボガートとかもね欲しいですし、テリーボガートね。でまあチズルももちろん欲しいですし、って考えた時に、まあおそらく新しいガチャがいろいろ追加されてくるとはいえ、ここにいるキャラクターの中でやっぱり上位キャラと呼ばれるキャラクター、例えば知らぬ今井とかね、アテナとかそれこそ千鶴とかっていうものが陥落しきることはないと思うんですよね。まあ相対的に弱くなることはあるかもしれないんですが、第一線級で戦えないほどになるとは思えないということで、個人的にはねこのガチャ引いていくのが一番いいんじゃないかと思います。ということでこのガチャ引いていきましょう。ででん、ちょっと待って、先にこっち引く？いやこっち引こう狙いはやっぱりね、さっき言ったキャラクター、さっき言ったキャラクターたちですね。誰だっけ、アテナ、青アテナ、あとは両坂崎とテリーボガーと、あと千鶴ぐらい。まあ、ダイモンゴローも結構、ダイモンゴローめちゃくちゃ強いですよね、やばい。ラルフでもいいですし、キングでもいいかな。結構星5だったら何でもいい感ありますよね。ということでやっていきましょう。ででんと10連ガチャやっていきます。おら、翼やろ。おお、翼来た。頼む、いい、しつこい。赤になれ。赤にならないか。まあ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 、こういう時もあります。金2枚しけてんな。さあさあさあ、1人目は、とても言葉にできない。お、ラルフの2つ目。あ、星さんはね、ぶっちゃけぶっちゃけですよね。星4は結構、お前かい。ジャンコーハンめちゃくちゃ弱い、引くほど弱いジャンコーハンまあまあまあ、こういうこともあります。あの星4はね、結構星5に進化させてスムーズに戦い始めるとね、意外と星5に進化させたら使いやすかったりするんですけれども、悩ましいところですよね。今結構星4のキャラクター誰進化させたんだっけな。ですね、一覧で見た方がいいのか。そうですね、星4の元々いた知らぬ今井と、あとはね坂崎ゆり。まあゆりに関しては俺、あの私キール属性のファイターがいなかったのでね、星5の、進化させたのと、あとは紫属性でちょっと誰かにも進化させようか悩んでるんですが、一応個人的にはもうガルシアかなと。僕のねメンツの中だったらガルシアかなと。初めガルシアもいなくてずっとあのチャンコーハンでやってたんですけれども、あまりのね、あまりの弱さに何もできないとこいつでということでキャラクターを変えてね、今育てている限りでございます。ということでこのゲーム結構その属性の相性がねめちゃくちゃ大切になってくるゲームですので、やっぱり揃わせるべきかなとは思います。自分の中で例えば星4やったら星4とかねでいいんですけれども、その属性、全属性に、ね、対応できるようにしておくのが一番いいかなと思います。ってことでじゃあもうガチャチケットも引いてっちゃいましょう。ファイターガチャチケット、やべえ、チャンコーハンにめっちゃ好かれてる。しかもこのチャンコーハン、新しいチャンコーハンだ。そんないる、チャンコーハンに種類。バトルカードもね結構大切なんですけど、おっと金文字、この金文字がガチャの方、キャラの方で来てほしかった。ただ星4か星5か、あ星4だね。激レア、ありがとうございます。真の炎の継承者ということで、戦闘力は悪くないし、オプションスキルは青属性の敵に当たるダメージが 1.9% アップ。はあ、青属性の敵に当たるダメージか、これは悩ましいですね。さあさあ、どんどんやっていきましょう。どうなんだろう、はスキップで。いやー、これ持ってんだよな。結構ね、そのバトルカードも今集まってきてまして、自分の中でスペシャルカード出たんですよね。あのもともと知らない前のスペシャルカードがもらえるんですけれども、それじゃないところでねスペシャルカードが出たんですが、まあやはりその自分の持ってるキャラクターのねスペシャルカードじゃないので、ちょ、チャンコハンめっちゃ来るやん今日。そこが結構難しいところですよね、スペシャルカードのくくりと。お、これは神引きか。
あ、星4。オッケー、星5待っていく。スペシャルカード来い。わお、マジか。ただ、使ってねえんだよな。ただ、使ってなくてもね、セットはできるので、これは結構嬉しいですね。まあね、自分自身が使ってるキャラクターのスペシャルカードが来る確率ってものすごい低いので、個人的にはそんな気にしなくてもいいかなと思います。で、まあ自動装着でつけると、こうやってね、つけることができるんですよ。スキルが解放されるわけではないので、そこだけ注意が必要なんですけれども、戦闘力とかがね、上げるためにはちゃんと、装着だけはできるので、今、あとこれが来てますね。はい、ベニマルのスキルカードがね、スペシャルカードが来ております。で、この知らない前のスペシャルカードに関しては全員もらえるのでね、配布で星4の知らない前がもらえて、星5まで進化させることができるので、星5までね、進化させてからスペシャルカード装着させるのがいいんじゃないかなと思います。もちろんね、星5のこの、もともと星5のね、攻撃タイプの知らない前、すごい強くておすすめではあるんですけれども、今から始める方はね、わざわざもらえるキャラクターのためにリセマラしなくてもいいかな感はございます。いや、強いんですけどね。ということで、今回はね、ここら辺までにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになっております。豆腐でした。バイバイ。